こんにちは。カリフォルニア在住、山口むずみです。今日はもうすぐ1歳2ヶ月になる娘が初めてお絵かきに挑戦します。まず用意したのが、この12色入りのクレヨンと、紙がなかったので、この塗り絵ブックみたいなやつをAmazonで購入しました。これはこういう形になってて、誤飲しても安全なように穴が開いてあるのと、あとこうやってで積み上げて遊べるというものです。何色にする？赤、青、赤たら手で持って、ほら色が出た。こうやって色塗れる。これが赤。赤くなった。ピンクも出す？ピンク。お絵かきする？ああ、ピンクだ。ピンクだ。みーちゃん好きだね。これもこれもピンクだもんね。ピンク。黄色。黄色。黄色だよ、これが。いけるかな。あれ？これ描く？こうやって、ほら、ほら。お絵描きする？こうやって。ほら、見て。いろんな色。青。あ。に？みーちゃん本好きだからね。お絵かきより本の方がいい？書く？あ、上手。緑だ。上手。ピンクもあるよ。あ、上手。うん、上手上手。というわけで、今日はもうすぐ1歳2ヶ月の娘の初めてのお絵描きでした。私も夫も絵が下手で、娘の絵心も心配はしているんですけど、おもちゃよりも絵本に夢中になっているほど今は絵本が大好きなので、お絵描きよりも絵本の方が集中している感じはあるんですけど、これからちょっとずつお絵描きして持ち方とかもちゃんとこうやって握れるようになっていったらいいなと、なっていったらいいなと思っています。お外に遊びに行かない時とかはお家の中でこれからもお絵描きやっていきたいと思います。じゃあ最後まで見てくれてありがとうございます。バイバーイ。